よいしょ。よし、ネコロース意味深だね。吹き出物出てきちゃった。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、ヤシです。早速たくさんのチャットありがとうございます。ヤホグハー、こんばんは。何ふえ、いやいやよよし消えた。脇、あら脇腹どっかいた。ミンティアイ、ミンティアイーター、ミンティア、ミー、ミンティアイーター。よいしょよいしょ、何しに行ったの。イヤホン忘れちゃった。いつも使ってるこの愛用のイヤホン、忘れてきちゃった。あっちに机があるんだけど、机の上にイヤホン置いてきちゃった。すごい。あ、ちょっと待って、一瞬ちょっと画面、ちょっと待ってね。なんでだろうな。あれ、なんか Wi-Fi にならない、今。あれ、5G のままだな。パケット代気になるな。データ通信容量大丈夫かな。ちょっともう一瞬固まあれ？ 5G のままだ。来い、ワイワイ。僕はちょっと汗に浮きます。僕は 5G なんて使いません。 Wi-Fi はどこにありますか。僕は Wi-Fi しか使いません。僕は Wi-Fi しか使いたくないです。ゴイン Wi-Fi。 皆さんこんばんは、ヤシンです。9月27日水曜日となりましたが、日本列島の皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。今日なんですが、ライブ配信のタイトルにあります通り、いろいろ食べるよということで、いろんな食材を食べていきますが、お菓子縛りです。いや、なんかね、これ多分治んないと思うわ。なんかね、Wi-Fi、いや、これ多分あれだな。一回、ライブ落とさないとダメなんじゃない。でも、気になる。気になるデータ容量。ちょっと待って、一旦ちょっと待って、このままちょっと固まる。でも、ちょっと待って、このままちょっと固まる。でも一回ね、来たかな。あれ、ダメだな。これなんかあるな。なんだろうな、これ。やだな。怖いな。ちょっと進めていきます。大丈夫です。ありがとうございます。たとえ Wi-Fi、パケットがなくなっても、
私の前髪はとどまることを知りません。皆さん本当、ありがとうございます。気遣ってくださって。みんな待ってるから、落としな、大丈夫、待ってるから、一回切ったろね。大丈夫だよ。ありがとうございます。大丈夫、大丈夫。あのね、前もね、過去、何回かね、実は、なんか Wi-Fi じゃないって気づかずに配信してたことは全然あって、多分大丈夫だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ちょっとですね、お知らせがあります。冒頭お知らせがございます。来週の月曜日。来週の月曜日なんですけれども、10月2日でございますが、10月2日の配信は、ケーキ食べまーす。そうなんです、皆さん。早いもんでね。そうなんです。10月、実は、この生 ASMR 配信を始めて、あれいつ始めたんだっけあれえちょっと待てよ。ちょちょ、あ、そうだそうだ。20年の10月だ。20年の10月に始めたから、21、22、23、丸3年ついに4年目に、4年目です。4年目に突入しました。ああ、丸3年だよ。ネコローズ飛んできたよね。3年分のネコローズ。ということでね、まあ、だからといって、こうなんか、すんごい特別なことをするわけじゃないんですが、毎年10月は、こう、ちょっとケーキを食べながらね、配信する日を一回設けておりまして、来たる10月2日、ケーキ食べながら配信しますので、皆さんどうぞお楽しみ。あ、吹き出物出てきちゃった、猫！吹き出物猫？意味死んだねん。いや、ほんとそう。ショートケーキが怖いんですよね。ショートケーキが怖い、どういうことか。実は、去年、もう早いもんでね。あれ？去年だっけ？去年だね。一年前、ショートケーキに被りついて、TikTok ライブがバンになるっていうことがありまして。そうなんです、そうなんです。まさかのね、ショートケーキに、むしゃぶりついたら、ライブが落ちてしまいまして、YouTube のメインチャンネルで見れますんで、ぜひ。さあ、ということで、10月2日、皆さん、月曜日でございますが、もしもお時間ありましたらご視聴お待ちしております。はい。ということで、本日の、ASMR、吹き出物出てきちゃった、本日の ASMR 配信追いかきクイズを行っていこうと思います。今日のお絵かきクイズはどうしようかな。ちょっと待ってね。あ、ちょっとお絵かきクイズ、お絵かきクイズ。ちょっと待ってね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 。オッケーオッケーオッケー。はい。ああごめんスタートしてた歯磨きまだ何も書いてないです今からですね私が絵を描きます、答えが分かった方はコメント欄にご記入ください。漢字言葉のひらがな、記号に絵文字全部区別されますのでご注意くださいクッキーモンスターベアクッキーライスピー書いてくれ。ちょっと待ってね。目が特徴的だよね。あ、私やっぱ上手くなってるかも、絵。
うまい。コメントいただきました。誰やねん。カバオ。アンパンマンのカバオくん。アンパンマン。あ、でも一人だけ正解の方いる。お尻かじり虫。お尻かじり虫。あと10秒です。5秒。4。あ、でも3人いる。はい。あ、4名の方正解されました。正解は、ゴキブリ。ちびまる子ちゃんのおじいちゃん。違う、違う。友蔵おじいちゃん。なんか、テラフォーマーズテラフォーマーズをイメージしながら、私の中のゴキブリ苦手です。私。私の中のゴキブリの顔、うん。私の中のゴキブリの顔はね、なんかこんな感じ。うんうん。歯ね。で、目があって、触覚があって、で、ここ羽、ね、で、これが足です。コメントいただきました。普通に特級呪物。こんな怖いの？あなたの中のゴキ。一応ね、おでこにシワがあります。はい、ということで、正解された方おめでとうございます。正解された方おめでとうございます。ちょっともう一問いこうかな。ちょっと待ってね。OK。これでいきます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。お絵かきクイズ。たぬきち。保冷剤。まだ何も書いてないです。はい。あ、漢字がわか、いや、ひらがなです。全部ひらがなにします。ごめんなさい。ちょっと、私が漢字がわかんないや。正解は全部ひらがなです。いきます。マックのポテト、ヤシ、パトリック、ハッフルパフ、まだ何も書いてないです。あ、でもこれ多分みんなわかるな。こうして、こうして、こうして、うまい。やっぱ私絵うまくなった。完成でーす。あと1分、あと1分あります。正解はね、全部ひらがな、全部ひらがなにしました。多分漢字があったと思うんだけど、ちょっと漢字忘れちゃったんで、ひらがなです。ひらがなにしております。いれば。草さんだ、草。誰なの？ヒント。あたしが、よく、やります。ソウルメイト。あとに、あ、正解の方いないかも。井上陽水。確かによくやるね。うん。な、すげすぎ、風あずみ、誰の絵くげでに、さまよう。はい、あ、一人だけ正解。一人だけ正解された方いらっしゃいました。
正解は、13体いるうちの1体、特級呪物、リカです。リカちゃん。お骨ゆうたの、リカちゃん。ここが手。ここが手。で、ここが、なんかおでこ。で、これがね、歯。これが歯。これが歯。で、ここが下の方の体。ごめん、わからない。見たことない。見たことない人にも分かっていただけるようにモノマネします。いくね。目つぶりながら聞いてください。君にかかった呪いは、うまく使うことによって、誰かを助けることができるんだ。ご術構成に行きます。持論だけどね、愛ほど歪んだ呪いはないよ。僕は術構成に入ってリカちゃんにかかった呪いを解きます。こいリカえ、正解はリカちゃんでした。正解された方おめでとうございます。さあ、ということで、そろそろ本日の ASMR 配信始めていこうと思います。ちょっと待ってね、エフェクト取って始めていくね。ちょっと待ってね。エフェクト。ネコローズ、意味深だね。脳みそ出てきちゃった。波の前髪系だったら、お骨ゆうた。脳みそ出てきちゃった。コーヒー、リカー。皆さん、こんばんは。脳みそ呪物出します。前髪ケアシーです。今日の ASMR 配信始めていこうと思います。本日はお菓子縛りとなっております。本日一つ目の食材はこちらです。ダン期間限定初コラボレーション、カルビーポテトチップス 6P チーズ味。あまりやめようね、そこ深掘りするのね。6P チーズは1954年発売のロングセラー商品。発売70年目。70年目を祝しまして、カルビーポテトチップス初コラボレーション。6P チーズ、売り上げランキングってあるよ。正式な読み方まで書いてある。なんだと思います？これ正式な読み方。私は 6P チーズ。正式な読み方って書いてある。でもやっぱりご存知の方もいらっしゃるんだね。正式な読み方は 6P。正式な読み方はね、 6P チーズなんだって。で、それが1位で、2位がこれ、コクとうまみ、3位がこの緑のやつ、4位がこれだそうです。食べていきましょう。ね、6P なんだって。ローソンのチケット出すやつだよね。まずは匂いチェック。あのさ、
あの、え、ロッピーかな？あれ？ロッピーかローソンの ATM どっちかなんだけどさ、音独特でさ、私好きなの。なんか、あ、ATM かな？あ、ちょっと違うな。なんか、もうちょっと違うか。わかる？あの、音。あれ、いつも私笑っちゃいそうになるんだよね。ATM かも。新宿2丁目のローソンの ATM ね。あそこで、お金下ろしてさ、万件握りしめて、推しの店子の店に飲みに行ったこと、あったね。感慨深いです。さあ、食べていきましょう。さあ、食べていきましょう。匂いなんだけど、結構ね、しっかりチーズの、それこそ本当に、ロッピーチーズ。ロッピーチーズのあの、こう、濃厚なチーズの匂いが、ふわーっと香ってきます。ふわーっと香って、あの、ちょっと、こう、ちぎるとちょっとだけねちょっとする感じの、あのチーズの香りがします。うん。うん。なんか、私、ちょっとやっぱ控えめって言えばちょっと恥ずかしがり屋くらいな感じの男の子がやっぱり好きなんだなって改めて思ったんだけど、あのカノックスターさん、私TikTok フォローしてるんですね。で、先日、あ、今日、あ、でいつの動画だったかな、あの弟さんが出ていらっしゃって、で弟さんなんかちょっとこうちょっと恥ずかしがり屋さんというか、あ、控えめの感じの方なんだなっていう風に思ってたんだけど、可愛くてね。ごめん、食べるね。ロッピー。さあ行きましょう。綺麗な色をしております。結構白いです。なくなるよ、コンビニから。あ、結構これ、うん、結構なかなかだと思う。味、これ見つけたら早く買っといた方がいいと思う。加減絶妙。あのチーズの味ももちろんあるんだけど、チーズの味感じるのは結構後半、口の中で。最初に結構ね、塩味にびっくりする、驚かされる。結構強めの塩、うん、結構強めの塩味がきます。あのただなんか岩塩とかそういう感じというよりかは、ポテトチップスの薄塩味のあの塩がちょっと濃くなった感じ。結構ね、舌の上でしっかりとおって感じるくらいの塩味。あ、刺さったように見えた？
残像だよ。コメントいただきました。ぶっ刺さった。あ、よし。残像だよ。皆さんが見てる私、それはもう実体ではないんです。あ、ごめんごめん。味ね。最初結構驚くくらいの塩味がきます。で、そのおっていうね、おっていう塩味に驚いた驚きの感覚そのままに、瞬きする間もなく、まあ口の中なんだけど、瞬きする間もなく、このロッピーチーズのチーズの味、こう、もう他のなんかもうチーズ味を適当に混ぜましたって感じじゃない。ロッピーチーズらしいチーズのコクがしっかり口の中に広がるの。で、そのね、ただ単純にロッピーチーズのチーズ味だけをポテトチップスに乗せましたっていうんだったらここまで感動しないんだけど、やっぱりね、最初の塩味、結構強めの塩味が、そのロッピーチーズのコクをね、しっかりちゃんと際立たせてくれる。ちょっと噛みそうになっちゃった。際立たせてくれよ。危ない危ない。危なかった。うん、これね、結構ちょっとヒットすると思うよ。おー、期間限定だからあんまり数量ないだろうとはいえ、結構なかなかな味だと思う。おー、なんか結構久しぶりに言う時が来たかも。侮るなかれ。皆さん、コメント欄に書くときは一文字も抜かさないようにご気をお気をつけてください。侮るなかれ。今弓矢飛んできたでしょ。波の前髪系だったら瞬きする間もなく貫通。私だからよけれたけどね。なんか久しぶりに侮るなかれ言ったね。ちょっと何枚か行ってみたいと思います。刺さったバネ。全然刺さってません。本当は痛いんだけど痛くないっていう小学生みたいな言い訳。全然刺さってません。波の前髪系だったらこっちからもう出てます弓矢。でも私は前髪があるから弾き返しちゃいましたよ。うん、弾き返しちゃいました。刺さったように見えてたかもしれないけれども、刺さったように見えてたかもしれないけど、私の前髪の硬さでここでググ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 グってここで潰れちゃってました。うん、弓矢ペシャンコ。今までこういうコラボ系ね、
違うメーカーとのコラボ系のポテトチップス食べてきたけど、コラボ系のポテトチップスの中では結構私も上位も上位かも。ちょっと皆さん一回これ食べてみてほしいです。ぜひロッピうん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 コンビニで買いました。ねえ、一個今日オープニングトークで話したいことあったんだ。パステルカラーの TikTok のマーク飛んできたよね。私のあれもパステルカラー。一個話したいことあった。一分だけちょうだい。あのさ、前もなんか話、何回か話してるんですけど、この ASMR 配信で、ね、私煙が出るのが嫌なの。なんかちょっと潔癖症というか、なんかね、あの、煙が出る料理がちょっと嫌で、家でコンロを使ったことが一回しかないんですよ。今のマンション住んでもう何年も経つんだけど、一回二回くらいしかなくて、もうフライパンとかも、もう鍋とかも全部もう処分してあるの。ガスコンロほとんど使わないの。なんかを焼いた時の煙とか、それこそ煙じゃなくても、こう、じゃあ、うどんを茹でる時の湯気が嫌なのね。なんかキッチンがベトベトするのが嫌なのよ。で、だから、基本調理は電子レンジなの。電子レンジなの。で、私、豚肉をシリコンスチーマー。あの、シリコンスチーマーっていうね、こう、シリコンでできた、まあ、ちょっと器みたいなお皿状のものがあるんですけども、そこにお肉とか野菜を入れて電子レンジでチンすると、いい感じに蒸し焼きになるんですね。で、そのシリコンスチーマーをもう毎日使ってるんですよ。で、もう今日、もう本当に今日、シリコンスチーマーで豚肉チンして、あの、キッチンのシンクの中じゃなくて、ヘリの部分に置いてたのね。置いてた。で、お水を飲もうと思って、コップに水入れて、そのコップを自分に引き寄せたら、なんでかな、シリコンスチーマーに当たっちゃってね、床にシリコンスチーマーがそのままひっくり返って、ボッと もう床が豚の油まみれで、なったんです。で、なんか、私結構なんかほげちゃう方なんですよ。はっ!やっ!とかって結構言っちゃう方なの、驚いた時ね。だからすごい恥ずかしい。なんか職場とかではあんまり驚かないようにしてるの。ちょっと結構ほげ散らかしちゃうから、はっ!やっ!とかって言っちゃうから。そう、だから、ほげ散らかさないようにしてたんだけど、なんか今日は、その、もう、頭の中に、キッチンを汚したくないっていう前提があって、かつ、もうシリコンスチーマーの中は、豚の油だらけだっていうことが、もう頭の中にすり込まれたから、それが、落ちた瞬間、私が言ったリアクション、一言目に出てきた言葉が、もう、なんか、ほげ散らかすとかじゃなくて、オスになっちゃった。もう油だらけになるっていうのがもう、その落ちてってる一瞬なんだよ。落ちてってる一瞬に、あー油だらけになる。べちゃ、うん、ショックでさ。で、あの、最初油をティッシュで拭いて、
で、なんかもうめっちゃ広がっちゃったら、バーって、ティッシュで拭いて、で、クイックルワイパーの濡れてるやつ、濡れてるやつで拭き取って、キッチンで使えるさ、ちっちゃい子が使える、家でも使える、なんか、除菌スプレーみたいなやつ、あれで、濡らしてやるんだけど、なんかこう、見た目には大丈夫なんだけど、そこの廊下を通るたびに、なんかスリッパがなんか、ブニューって滑って、ああ。今日ずっとそれを話したかったの。本当に驚いた時、かつ、もう嫌なものを見ちゃった時の私は、ほげるんじゃなくて、うん、次の食材いきます。本日次の食材こちら。だん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 。だだん。雪の宿のミルクかりんとう。これね、もう見つけた瞬間即買っちゃいました。数量限定ラムレーズン風味ということでね。気になるよね。このバターか、このジャケット写真めっちゃ美味しそうじゃない？ジャケット。ジャケッシャー。アリスタ山星屋さんと三幸製菓のコラボレーションかな。お菓子専門商社のリーディングカンパニー株式会社山星屋との共同開発した製品です。だそうです。脳みそ出てきちゃった。ラムレーズン味ミルクかりん。このフォントかわいい。このフォントかわいい。ブニってしててかわいい。食べていきましょう。あ、コメントいただきました。ちょっとふくよかになりましたね。愛される面積が増えました。愛される面積が増えました。仲のいいね。おぉ、私だからよけれだけど、波の前髪系だったら、ポケモンのサトシ。前も言ったんだけど、仲のいいガチムチの友達がいるんだけどさ、そのガチムチの、単発ガチムチの友達に言われた。ヤッシーってさ、ガチムチの前髪系だよね。初めて聞いた。ニュージャンル作っちゃった。ヤッシーってさ、ガチムチの前髪系だよね。ニュータイプって呼んでください。食べてくね。あれよ、ふくよかになりましたってあれよ言われて嫌とかじゃないからね。愛される面積が増えましたから。ありがとうございます、コメント。食べてくね。久しぶりに行っちゃう？男の力出しちゃう？ラム酒。ちょっと行ってみる？久しぶりに行ってみる？目覚めよ、私の男の力。行くよ。とくとご覧あれ。
開けにくい場合は縦方向にお開けくださいだって。こんな感じ。なんかからしマヨネーズつけたちくわみたいだね。ね、私目充血してない？力入れすぎだよね。からしマヨネーズつけたちくわみたい。あ、でも、ラムレーズンの結構匂い？匂いがラムレーズン、ラムとかの匂いっていうよりかは、結構匂いはね、かりんとうなんだけど、限りなく洋風な感じがする、やっぱり。こう、めっちゃラムの匂いが先行して香ってくるとかっていうわけじゃないんだけれども。私だから避けれたけど、波の前髪系だったら、ちくわになってましたよ。食べていきます、食べていきます。ちょっと待っててね、食べてみるね。こんな感じになっております。波の前髪系だったら、波の前髪系だったら、あれ、おでんに入ってるやつ、ちくわじゃなくて、小麦こねてるやつ、あれなんだっけ、ちくわぶちくわちくわ言ってたから。食べるね、ごめんごめん、食べるね。まあ、一言目、まあ、雪の宿、お宿なわけでしょ？古臭い宿じゃなかった。ヒルトン。まさかの、ヒルトン。あれ、あ、これっす。あれ、なんか、あんまり。ごめん。ごめん。まさかの本当にからし入ってた？ごめん。なんか変なところへ、ちょっと。ごめんなさい、めっちゃ咳込んじゃった。あ、うん、ごめんなさい。立て続けに言うとね、特別感がなくなっちゃうかもしれないんだけど。さっきも言った通りで、これ多分なくなるよ。売り場からすぐ。なんかね、
かりんとうの概念を超えてる。でも、じゃあもう別もんじゃん、かりんとうじゃないじゃんってわけじゃないの。ちゃんとかりんとうらしさ、あの黒糖がじゅわーっと口の中で広がっていく感じ、黒糖、黒糖、まあ、お砂糖お砂糖、お砂糖がこう口の中で広がっていく感じで、そのね、あの口の中でもちろんラム、レーズン、その味わいが広がるんだけど、なんかね、揺れるように揺らめくように広がっていく、ものすごくこうかぐわしいっていう形容詞がぴったりくるんだけれども、こう揺らめくようにふわーっと広がっていく、これなんか発明だと思うよ。ちょっと食べてみてほしい、雪の宿ミルクかりんとうラムレーズン風味。雪の宿はヒルトンでした。もうこんな時間になっちゃったね。3品食べるの、いやほんとそう、ごめんなさい。今日2品目で終わっとこうかな。2品目で終わるのって多分3回目か4回目。じゃあ、前回はいつだったかっていうと先週。先週も。ごめんなさい。つい話しすぎちゃってね。カノックスターさんの弟さんに熱くなっちゃった。ごめん。ちょっと今日は2品目で終わった。3品目目も結構気になってるやつだからちゃんと食べたいなって思って。今日2品目目で終わっとき。ということで皆さん、本日のですね、本日の、ヒルトン、アマン、リッツカールトン、いえ、アッパ、配信は以上です。今日も皆さんご視聴ありがとう。アッパの瞬間刺さってた？私、アッパホテルの社長さんの帽子、ごめんなさい。ちょっとボケようとしたんだけど、なんか、ちょっとごめんなさい。なんかボケ思いつかなくなっちゃった。あ、電池も切れちゃった。あっぱおん。おん。ボケは思いつかない。時間通りに3品目目は食べれない。マイクの電池は切れるし。アッパー電池切れちゃった。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。ちょっと今、スマホのマイクになってるからちょっと遠いかもしれないんですけど。こちらの ASMR 配信は平日の夜、10時からです。明日も配信してますので、ぜひこのアカウントフォローお待ちしてます。フォローしていただくと、ライブ配信開始の際通知が行きますので、ぜひ、今日ね、途中反応できなかったコメント、チャット、いいね。配信終わってからゆっくりどなたがどんなの送ってくださったか確認しますので、たくさんありがとうございました。あった。この後、夜11時からは、YouTube のゲーム配信チャンネルにて、スマブラ配信です。また、メインの YouTube チャンネルもございます。お花見しまして、アヒルボートで桜の木に激突、アーパー。
する前髪系ご視聴いただけます。ぜひ YouTube のメインチャンネルもチャンネル登録お待ちしてます。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。最後駆け足なんてもんじゃなくてアパアパだったんですけれどもまた見てくださいね。 ASMR 配信自体は明日も夜10時からです。また見てくださいね。バイバーイ。